視聴ありがとうございます。ラーメン変人でございます。美味しい味噌ラーメンをお届けできればと思います。毎年恒例、冬季限定麺ハウス木漏れ日の味噌、私含め、皆様の冬の風物詩、かと思われます。はい、宮城県大平村の麺ハウス木漏れ日であります。はい、冬季限定味噌、トッピングとしてはニンニク辛味噌、こちらですね、おすすめでございます。はい、麺ハウス木漏れ日冬季限定味噌2024バージョンであります。具材は、提供前に鉄板で炒められた野菜群、そして、この青ネギの白髪ネギ、そして柑橘系の皮、この炒め野菜の下には豚チャーシューが潜んでおり、ニンニクスライスも散りばめられております。でホアジャオが上から振りかけられておりますね。それで、上に浮いている油は背脂を刻んで焼いて抽出しているとのこだわりようでございます。はい、このファイヤーな味噌スープ、炎味の味噌スープ、毎年恒例冬の風物詩、2024バージョンいただいてみたいと思います。はい、そうしますと懐かしいと言いますか、また去年に立ち返ったような味わい、味噌を引き立てる調味料や、動物系のだし、山椒の風味豊かなスパイシー感、炎味ファイヤー感醸し出すブレンドや、炒め野菜のうごめきバランス、成熟しておりかつ、食べ応えといいますか、たしなみ応えがある実に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 美味しい、ぶっとい味噌スープでありますね。しかし個人的な感想でございますが、今年はちょっとバランス感がさらにアップしてる気がします。はい、それでは、加水 42% に、加え、麺量 200g に、変えたという、麺でございます。麺肌が生き生きとしたこう高水感に満ち溢れており、手もみなんでしょうか、太縮れの感じなんですけども、手もみ太縮れの感じで、こう躍動感に満ち溢れまくりまクリスティのすすり心地でございます。去年まではこうマットな質感の印象だったんですけれども、この加水を 42% に変えたことによりでしょうかね、多分そうだと思うんですけども、麺肌がこうビビッと感生き生きとしており、この手もみを加えたかのごとくのこう縮れ感、太麺、この躍動感のあるすすり心地、でもちもちとした食感に喉越しも抜群でございます。加水高めで喉越し抜群でございます。このネギスライス面白いですね。はい、それではこの豚チャーシュー、バラでしょうか、ももなんでしょうか、多分バラかと思うんですけども、こう噛み応えがある感じですね。弾力感というよりはこう噛み応えのある、こうももに近いような食感のチャーシューで、これまた面白いですね。なんかちょっと変わった個人的な気がします。でこのもやしであったり炒め野菜、非常に香ばしく、フォアジャオとこの味噌スープとのハーモニー、最高でございますね。初動は味噌スープを味わい、この辺りの中盤以降からは炒め野菜のファイヤー感がさらに増してきます。そもそも豚の脂のファイヤー感は抜群でありますけれども、最初から炎味といいますか香ばしい感じなんですけれども、でこの青ネギの白髪ネギというんですかね、これがこう麺と絡むすすり心地、これ
ブラッシュアップ、ネギのブラッシュアップなんですかね、こう変化させておりますね。具材、そこにおけるブラッシュアップ、こう常に進化し続けるメンハウス木漏れ日、素晴らしいですね。この紅葉 のスライス感のある青ネギの白髪ネギになったことによって、麺と絡まる、さらに絡まる、ネギ感になりましたね。このネギがまたこう一杯を、今までの味噌とは違う表情で引き立てており、素晴らしい、ブラッシュアップでございます。やっぱりですね、こうやって一つ一つ、常にこう美味しいラーメンを作ろうとしているこの姿勢、このマインドですね、これに感動します。メンハウス木漏れ日さんのこのマインドに感動してしまいます。でこの柑橘系の皮もいいんですね。基本濃い味噌でございますから、大雑把に言えば濃い味噌でございますから、柑橘系の皮がこう箸休めと言いますか、こう中盤以降のこう味変化に、非常に、高く、強く寄与しております。チャーシューもたっぷりでございます。普通の豚チャーシューとこうサイコロカットまではいかずともこうスライスされたチャーシュー、この2種のチャーシューを楽しめますね。やはり炎味の味噌っていう感じですね。独特感が、やはり独特感に着地してまいりますね、この中盤以降。全体が混ざり合わさってくることにより、炎味が増してくる、ホアジャオのスパイシー感が全体に馴染みきってくる、ことにより、着地してくる、メンハウス木漏れ日独特の味噌感がさらにアップしてまいります。で、個人的な感想でございますけれども、やはり加水を42% に変えたことにより、こう麺が主軸の感じが以前よりも去年よりも増してる感じですね。で麺量も 200g に、増やしたっていうことで、麺が軸になっている感じ、で軸になってて、マットではなくてこの生き生きとした、すすり心地の麺になっている感じ、まさに麺が主軸の感じにぴったりはまって、おりますね。麺が軸になってる感じにピタッとはまっておりますね。で後半以降スープが減ってきますと、さらにやはりこう麺をすする楽しさを味わえてくる、この辺りもどうなんですかね、狙いなんですかね。麺とスープの関係性って非常に重要で、スープをあまり変えなくても、スープを変えなくても、麺を変えただけで一杯の表情って思いっきり変わると思います。でございますので、個人的には去年からだいぶ変わった、メンハウス木漏れ日の2024、バージョンの味噌という印象であります。麺感が、麺の印象がすごく強くなりました。中盤以降はさらに強くなってまいります。はい、それでは宮城県大平村、宮城最強ラーメン店の最強味噌でございました。冬季限定最強味噌2024バージョンでございました。スープは去年とあまり変えてないとの、ほぼ変えてないとのことなんですけども、麺の加水や麺量が変わったことによって、だいぶ、表情が変わった印象で、個人的な印象でございます。ご視聴いただき誠にありがとうございます。3月中旬から下旬まで提供されるようでございますので、本当おすすめの味噌でございます。炎味の味噌、本当独特の味噌でございます。特に県外の方に食べていただきたい、という個人的な感想でございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。これからも美味しいラーメンをお届けできればと思います。ご視聴誠にありがとうございました。